はい、どうもこんばんは、青木です。現在僕は京都にいます。ここは大ターミナル京都駅です。はい、ということで今日ね、もともとロケする予定なかったんですけど、というのはね、婚活パーティーというものですね、京都でですね今日行ってたんですよ。でね、本当はマッチングするはずだったんですよ。ね、マッチングするはずだったのでね、マッチングしなかったので、ね、時間がめっちゃできてしまったんでね、いやちょっとね、暇になっちゃったんですよね。で、まあ、暇なんですけどね、まあ、家には帰らないといけないということなので、大阪ね。で、ここの、0番乗り場に、この後、福井と金沢にしか止まらないっていう、めっちゃ早いサンダーバードが来るのでね、もうちょっと日常を忘れて北陸の方に行こうかなっていうわけじゃないんですよね。ちゃんとね、帰らないといけないんですけど、まあ、時間もあるのでね、京都の駅から、そろそろね、見られなくなるような場所をね、通る、まあ、見られなくなって通らなくなるですね、場所を、通る電車、それにね、乗っていきたいと思います。はい、通らなくなる場所を通るって、ね、意味わかんねえって思われそうですけども、というのはね、皆さん梅北新駅って聞いたことありますか？サンダーバードを、ね、見ながら、ね、ちょっと解説しましょう。この梅北新駅っていうのはどういうものかというとですね、この京都駅から出ている、特急はるか号、まあ、それ以外の特急も通るんですけども、それがですね、新大阪に着きますと。で、新大阪着いたら特急はるか号と同じとこ通る電車っていうのは大阪駅に行くんですけど、ちょっと線路の配線上の関係で大阪駅通らずに、関西空港の方に行くんですね。なんですけど、その通るとこって大阪駅近いとこ、めっちゃ近いとこ通ってるんで、そこにもじゃあ、大阪駅、要は大阪駅につながる駅、まあ、というか大阪駅なんですけどね、はい、そこにね駅を作ろうということで、それが梅北新駅っていうんですね。はい、サンダーバード来ましたね。かっこいいな、やっぱり。もうこれ乗っちゃいたいんですけど、なので今から乗るのはこれじゃなくてはるか号です。そう、梅北新駅ができることによってですね、今まで、はるか号が通っていたルートっていうのがはるか号は通らなくなるんですね。なので今日はですね、その、そろそろ通らなくなるルートをですね、はるか号に乗って見ていきたいと思います。でもめっちゃね、夜ですからね、なかなかね、景色がね、見ててもつまんないと思いますけども、ぜひね、まあ、夜景を見るということでね、楽しみにしておいていただければと思います。で、青木さん、でも梅北新駅って3月にできるでしょ、ね、今日の日付が1月の21日土曜日になってるので、まだまだ2ヶ月ぐらいあるでしょうと。いや、違うんですよ奥さん、これはね、実はね、先に線路だけ切り替えが行われるそうなんですね。はい、2月の12日にですね、12日の日曜日にはるか号がですね、通っていた新大阪から関西空港の方に向かうために通っていたルートというのが、梅北新駅ができる予定の地下をね、通るルートに変わると。でも梅北新駅はまだ開業 しないので、まあ、通過扱いになるというような、そういうような、ことになっているので、この実質ね、はるか号、新大阪からですね、まあ、地上を通って、詳しく言うと大阪環状線にね、西九条の駅まで、西九条の駅から合流するんですけども、それがですね、梅北新駅経由に切り替わるのが、もうあと 3,4 週間ぐらいしかないぞということなので、今のうちに見に行きたいと、そこを通っているところですね、車窓から見たいと思います。はい、なんかだらだらされてるうちにね、サンダーバード出発しちゃいましたけども、すごいですねこれ、3つの編成を連結しているんだ。わあ、素晴らしいものを見れた。普通サンダーバードってね、2つの編成を連結して12両するんですけど、あれ3つ連結してましたね。さあ、いいですね。まあ、こんな感じで婚活パーティーもね、うまくいけばいいんですけどね。いや、ほんまにね、運の引き寄せのやり方っていうのをね、今年2023年は、勉強してまいりたいというふうに思います。恋愛運ね。はい。青木さんの横はね、常に相手でございますのでですね。はい。独身貴族でございます。まあね、でも、一応、婚活パーティーいいやつなんでね、ご紹介だけしときます。ホワイトキーっていうところがやっている婚活パーティーに行ったんですけども、一人一人ですね、まあ、男の人が移動して、一人ずつですね、女の人とお話をするというようなタイプになってます。で、これ、まあ、普通の、ね、婚活パーティー、結婚相談所がやってるやつとだいたい形は似てるんですけど、このホワイトキーさんの特徴っていうのはね、AI でね、はい、カップルがこの人とカップルになれる確率とか、そういうのをですね、出してくれるんですよね。先進的でしょ。はい、まあ、みんなが書いたその、なんだろう、印象カード、インプレッションカードみたいなのを集計して、でそれをですね、AI さんがですね、この人とだったら、カップになりそうですよっていうような、そういうですね、分析を行ってくれると、いやー、近未来が訪れてますね。はい、なんか意味わからないですね。さあ、では私たちはですね、特急はるか号に乗ります。
今の時刻が19時45分ぐらいかな、はい、ですので、ここを出るね、30番乗り場を出る、20時ちょうど夜の8時ちょうどのはるか号に、乗って天王寺駅まで行きたいと思います。はい、大阪駅じゃなくてね、天王寺駅まで行きます。はい、大阪駅まだねはるか号止まんないんで、まあ、あの僕の家京橋にあるので、新大阪まで行くか、あとは天王寺まで、ちょっとね乗るかっていうそういう、ルートになるんですけど、別にね天王寺まで乗っても、特急料金とかそんなにまあ変わらないし、乗車券の値段もね大阪の都市圏では大回り乗車っていうのができますので、別に天王寺までね、たくさん乗っても変わらないということです。まあ、この大回り乗車はねそのうち解説したいと思いますけども、はい、いてはりましたね。いやー、はるか号だいぶ久しぶりな、空港に行かないのにねはるか号に乗るんですけど、そういうですね空港に行かないのにはるか号に乗るっていう方法もねあるんですよ。結構便利なんですよこれ。30分に1本ね出てますので、キティちゃんねご挨拶して、キティちゃんの新幹線去年乗りましたね、懐かしいな。さあ、じゃあはるか号の顔を見に行きましょう。まだ発車までねだいぶあるはず。ちなみにこの30番乗り場っていうところなんですけど、まあ、こっちが31番32番って続いてるんですね。でなんでこれ30番台になってるか、京都駅にね20番線とかねそういうのないんですよ。はい、あの確か10何番線かな、新幹線の乗り場が、16か7ぐらいまであったんかな。でそこからねすっ飛ばして、あの20すっ飛ばして30番になってるんで、これなんでかというと、ここから出てる山陰本線っていうのがあるんですね。はい、ここから山陰本線っていうのが出てるので、この山陰本線の3を取って、30番乗り場31番乗り場っていうふうにしてます。で、はるか号山陰本線行かないよって、ね、ツッコミ聞こえそうですけども、山陰本線の、まあ、横っちょぐらいを通ってるのかな。はい、まあ、似たようなところを、京都駅からしばらくの間通るので、ここから出ているんですね。はい、ここに近鉄電車を見ながらですね、はるか号の勇ましい顔を見ていただいてます。あ、このねラピード乗ることがね結構多いんですよ。あのランバまでね、あの家から行ってすぐ乗れちゃうんで結構便利に使わせてもらってるんですけど、まあでもこれからね、大阪駅にもはるかが止まるようになると、あのすごい便利になりますのでね、ラピードじゃなくてこっちにねはるか号にお世話になるんじゃないかなと思うので、まあこのね試乗会というね意味を込めて乗っていきたいと思います。はい、近鉄特急が発車していきますね。はい、ということで私たちはですね、はるか号、これ自由席と指定席あるんですけど、指定席に乗ります。また青木さん指定席なんてリッチなんてなでしょ。いや違うんですよ、このはるか号にね乗りたかったら指定席に乗るのが得なんですよ。はい、JR 西日本の予約サイト、ご予約のですね、5489ね、これのチケットレス特急券 J ウエストチケットレスというのがあります。で、こいつを使うとですね、ここの京都から天王寺までの特急料金がなんと650円になるんですね。はい、650円ですよ。でこのはるか号にだいたい今から 4,50 分乗るわけなんですけど、そのね料金が650円、そして乗車券はですね、京都から京橋まで確か800円ぐらいだったと思うので、まあ、1400円ぐらいですね。まあ、それでちょっとしたあの旅行ができるんですよね。さあ4号車のね席を取っていただいているので、じゃ行きましょう。荷物置きはですね、すごいキティちゃんが500系のキティちゃんの新幹線ね、扉とだいたい似てますね、デザイン。でこちらお手洗いですね。なんか新幹線みたいな豪華な設備ですねこれ。さあということで、関空特急はるかが京都駅を出発していきました。で、早速なんですけどはるか号ね、出発したのはいいですけど結構ねスピードゆっくりですよね。はい、これね実はあのもうここからねはるか号しか通らない道をね行ってるわけなんですよ。はい、さっきね山陰本線の横を似たようなところちょこっと通るって言ってましたけど、まさにそうなんですね。
春香号っていうのは、まあ、主にね、京都から大阪に向かうときは、JR 京都線ですね、在来線の、線路上を通るんですけども、一部、京都駅を出たあたり、そしてですね、新大阪に着いて、そして、関西空港の方に向かって大阪環状線の方ですね、行くときにはですね、専用の線路、貨物線を通るんですね。はい、この貨物線っていうのは、まあ、文字通り貨物列車が通るところでして、普段は貨物列車しか通ってないんですけども、春香号とかもですね、まあ、あの余裕あるから通してあげるよということでですね、通してもらってるんですね。で、この貨物線なんですけれども、面白いのがこの、今窓から見えているこれ JR 京都線の線路、これのですね横を通っているんですよ。で、私たちはですね進行方向を向かって左側の座席に座ってます。で、今ですね電車とすれ違いました。まあ、電車っていうか、あの、あれ機動車なんですけどね、特急スーパーハクトとすれ違ったんですけど、なんかおかしくないですか？はい、日本を走っている電車っていうのはですね、左側通行です。ですのですれ違うとしたら、右手ですれ違うんですね。要は進行方向右側で、すれ違うんですけども、左側で、すれ違った。つまりこの列車はですね、右側通行なんじゃないかと、そういうふうに思われるんですけども、これはですね JR 京都線の線路をさっきスーパーハクトが走ってて、で私たちが乗っている、春香号はですね、貨物線を走っている、要は別の線路を、走っていて、それがですね並べられているので、まあ、こんな感じでですね、あの電車があたかも右側通行しているかのような、そんな体験ができるんですね。はい、列車は、貨物線の横を走っていた JR 京都線ですね、東海道本線の線路に、合流してまいりました。はい、で、今見えてるのはですね、向こう町ですね、京都府の向こう町という駅にある、駅の近くにあるですね、車庫になっております。日本一ですね縦長、要はね距離が長い、車庫というふうに言われてるんですけども、いやこれはですね本当、あの京都から大阪に来るときはね絶対ね鉄道マニア、鉄ちゃんやったら、見とかないといけない、景色ですね。はい、ここに今日はね、あ、珍しいやつがいたとかね、そういうですね発見をして、そして大阪に行くというのがですね、関西の鉄道、専門家、鉄道マニアの間ではですね日常的に行われていることでございます。はい、ということで私青木はですね、婚活パーティーのフィードバックをしながらですね、振り返りをしながら、春香号の旅を楽しんでおるわけなんですけども、ちゃんとですね、この人とカップルになる確率は、何パーセントであるとか、あと、今後こういうことしたらですね、もっとあの良くなりますよみたいな、そういうアドバイスを書かれた紙がですね、まあ、フィードバックシートみたいなのが、もらえるんですね。まあそれはさすがに映せないのでですね、LINE の、QR コードだけ、こちらでご紹介したいと思います。はい、まあ、これでね LINE の友達になるとホワイトキーさんの、婚活パーティーに安く参加できるようになるそうですのでね。はい、まあ、これはねあの決して企業案件じゃなくて、私青木がいいと思ったから勝手にですね、宣伝をしておると、そういうわけでございます。で、ここであの一番何が言いたいかというと、春香号ってね、あのテーブルがめっちゃちっちゃいんですよ。はい、見てください、こんな手のひらサイズしかねテーブルがないので、あのパソコンとかで、ね、そういう作業をしたいっていう方は、あの申し訳ないですけども、春香号ではちょっとねあの難しいよということを、ここでお伝えしておきます。まもなく新大阪です。新大阪を出ますと次は天王寺に停まります。はい、およそ30分で新大阪に着きます。で、今日初めて知ったんですけど、これ貨物線を通る関係で新快速よりも遅いんですね。はい、特急なのでね、特急券なしで乗れる電車よりも遅いというね、そんなことが起こってるんですね。いや面白いですね。はい、ということで新大阪に着きますけども、ここからがですね、いよいよ2月12日以降ですね、通らなくなる、そういうところを通っていくわけで、いや非常にワクワクしてきますね。さあ列車は新大阪駅を出発しました。そして、専用のね、貨物線に、入っていきます。もう春香号とね、あと黒潮号しか通らない、そのエリアに入ってまいりましたけども、はい、そして今渡っているのは大阪を代表する河川淀川でございます。
はい、でこの淀川を渡るっていうのは JR 京都線とも一緒なので、なのでこれ JR 京都線の横にですね、はい、淀川を渡る橋がかかっているということですね。そして淀川をね渡ってからが問題ですよ。いやこれすごいな。なんかもうね、あの住宅とかマンションとか道路スレスレのとこをね走ってるでしょ。まあ列車の本数がね、まあ貨物線なんでそんなにないから、まあこういうとこを別に走っても問題ないんですけど、なんか都会の中を低空飛行してるみたいですごい面白い景色ですよね。さあそして車窓をご覧ください。はい、大阪駅、大阪梅田のビル群でございます。はい、いやすごいな、こんなにね、広角にですよ、遠目にこういう大阪の梅田の、夜景を見ることができております。はい、いやなんかね、昼来た方が明るくてよく見えるかなと思ったんですけど、このね、この夜景のクオリティすごいですよ。これ絶対ね1万ドルはあると思いますよ。多分100万ドルはないと思うんですけど、多分ね1万ドルぐらい絶対あるね、そういう夜景がですね見ることができております。わあ、ちょっとねやっぱ工事の関係でこういう構造物にね遮られることがあるんですけども、あ、でも今はすごいはっきり見えてますね。大阪駅のですね、西側の、ビル群が今見えております。これがね梅北新駅ができたらですね、見えなくなるということですね。いやーこれはね、いやできる前に見といてよかったなというふうに思います。さあそして列車は大阪環状線に合流してきました。はい、で大和次快速の列車とすれ違いましたね。はい、これも、列車とですね左手ですれ違ってるので、あたかも列車がですね右側通行してるみたいなんですけども、まだね完全に大阪環状線に合流してないからこういうことが起こるんですね。はい、このエリアはですね大阪環状線の線路の横にですね貨物線が敷いてある、そういう構造になっていますので、まあ、こんな感じでですね列車が右側通行しているかのような風景を楽しむことができます。まあ、この風景はね梅北新駅ができてからもですねこの辺は、ま、ちゃんと地上で残ると思いますので、見ることができます。はい、大阪環状線の駅を今通過してますね。まもなく天王寺です。天王寺を出ますと次は泉府中に停まります。エンディングですということで、春香号が出てたホームが混んでたんで、僕の家がある京橋方面のね大阪環状線のホームでやってきました。はい、ということで、京都からねの帰り道では明らかにないですね、そんな感じを、覚えましたけども、いや快適でしたね。はい、ということで、まあ、大阪環状線一歩見送りますけども、いかがでしたでしょうか。いや、まあ、春香号自体がね本当に空いてて、非常にシートもねテーブルはねめっちゃちっちゃかったんですけど、それ以外はね本当は椅子もふかふかで、やっぱり春香号って快適な乗り物なんだなということが、分かりました。春香号、まあ、貨物線、専門的に言うと貨物線を通りますので、普段ね新快速とか、快速とかね JR 京都線では通らないようなとこをいっぱい、通ったりね、はい、して非常にね、面白い車窓だったんじゃないかなというふうに思います。で、肝心のですね梅北エリアですね、いやもうこれ感動しましたね。大阪駅を、ね、遠目に、ね、こう見て、やっぱりね夜景も綺麗ですね。やっぱ夜に来てよかったなというふうに思いました。はい、ということで皆さんもね春香号、非常にね安く乗れますので、京都から天王寺とかね、安く乗れますので、特に梅北エリアの、地上線のね地下に入る前の姿を見たい方はねお早めに、やっていただければと思います。じゃあですね、僕は大阪環状線の、電車に乗りましてですね家のある京橋に帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。